はい、どうもんこんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイが進化、新たに追加された機能を紹介ということで、今回は楽天ペイについてですね。この動画では、楽天ペイのアップデートによって追加された機能や、その機能の一つ一つを簡単にお伝えします。普段からですね、楽天ペイで利用されている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう ということで、今回、楽天イアプリがですね、アップデートされたということなんですけども、ここにも出てる通り、楽天ペイの利用心を広げる新しい便利機能ということで、ま、これまで結構ね、楽天ペイのアプリ自体はかなりシンプルで使いやすかったんですけども、そのアプリの中に、ま、これまでの楽天のサービスをいくつか組み込んでるというようなものとなっております。で、それが本日ですね、8月26日にアップデートが開始されたということですね。で、実際に楽天ペイの新しい便利機能ということで、ま、どんなサービスがですね、組み込まれているのかっていうこと でいくつかジャンルが分かれてるんですけどもまずこの楽天ポイントを貯めるっていうジャンルの場合2つあるんですが楽天のポイント運用ですねすでにもうトライされてる方も中にはいらっしゃるかと思うんですけども楽天ポイントで気軽に運用体験ほったらかしてポイントが増えるかもということで簡単に言うとねちょくちょく僕が動画で紹介しているペイペイのペイペイボーナス運用とかにちょっと似てるようなものになりますねでもう一つはこちらレシートでポイント獲得毎日のお買い物をレシートでパシャッと取って送ろうということで楽天パシャですね 結構ですね、これやるとハマるんですよ。まあ、とりあえず、レシートがあれば、それがね、楽天ポイントに変わるっていうね。なので、もうレシートはね、捨てちゃダメなものっていう風に認識が変わります。次に、お店にチェックインのジャンルなんですけども、これ結構使ってる方いらっしゃるんじゃないですかね。チェックインでポイントゲットということで、楽天チェックというものですね。これ僕がこの動画を配信を始めた時に、視聴者さんから教えていただいて、まあ、お店に入ってアプリを立ち上げて、そこで、ま、チェックインみたいなところがあるんですけども、それをタップしたら楽天ポイントがもらえるっていうね。これも結構ポイ活としたら、 まあまあ、有名な機能かなと思います。で、これ正直僕使ったことないんですけども、サインレスでゴルフ場受付というね、ゴルフ場で見せるだけでサインレスでスマート受付という、これゴルフされてる方であれば中にはいらっしゃるかもしれないですね。こちらは Android 端末に対応してるんですけども、iOS はまだ対応してないということでございます。そして、これはちょっと意外でしたね。お得なクーポンということで、今回ですね、楽天ペア,アプリにもついにクーポン機能がですね、備わったということでございます。まあ、他のスマホ決済であれば、例えば au ペイとか pay ペイ,ペイそして d b ー とか LINE ペイもそうですねあそこら辺はねクーポン機能があったんですけども意外にも楽天ペイにはちょっとなかったので意外とねこのクーポンの機能というのはちょっと嬉しいところではありますよねあとはですねお金のジャンルということで楽天カードを使っている方であれば利用履歴をアプリ上からすぐに確認まあいわゆるそのアクセスすることができたりとかあと楽天銀行のね口座の残高紹介にも簡単にアクセスすることができますでそういった内容を踏まえてですね僕もですね実際にアップデートしてきましたのでまあ一緒に画面を見ていただき いければと思います。まあ、こちらがね、僕の場合 iPhone などで App Store からアプリのアップデートを行うんですけども、この楽天エンペイのアップデートを行って、で実際に開いた画面はご覧の通りとなっております。今まで見たことなかったね、この半分から下の部分ですね。この部分がしっかりと追加されてるっていうのがわかるかと思います。ちょっと一つ一つね、せっかくなんで画面タップしながら見ていきましょう。まずはこの楽天のポイント運用からなんですが、こちらでですね、僕実際にまだ実はポイント運用やったことないので、まだ設定自体は行ってないんですけども、もうこの画面にアクセスした時点でポイント ポイント運用を始めま、すすかってていう画面が出ておりますまあ、この楽天のポイント運用なんですけども、ほんと簡単に言うと楽天のね、ポイントを使って運用ができるというものなんですが、まあ、この公式ページを見る限りね、約95%増えてるみたいです。まあ、ちょっとこれはわかんないんですけども、1年間ほったらかしても25%増えてると。まあ、これはね、もちろん投資にはなるので、確実にこの数字が出るかどうかっていうのは定かではないんですけども、まあ、参考になる一つの例かなと。この楽天のポイント運用自体は、始めるのに通常ポイント、楽天の通常ポイントが100ポイント以上あればですね、 運用できるみたいですですけども期間限定ポイントはできないとで増えたポイントについては引き出して通常ポイントとして使えるので、まあ、僕はね楽天ポイント自体は最近ね自宅の椅子を買ったのでその支払い楽天カードの請求にま充当したという感じでまあ、通常ポイントを使ったりするので結構通常ポイントはね本当に使いやすい楽天ポイントの一つですよねでポイント運用の中でもアクティブコースとバランスコースの2つがあるみたいでなのでそのどちらかを選んだ上でこのサービスを使うことができるとちなみにこの楽天証券のポイント投資とはまたちょっと 違うみたいですね。なのでね、始めてみたい方はですね、このポイント運用からタップすればすぐに始めることはできます。で、続きましてこちらですね、レシート送信でポイントということで楽天パシャなんですけども、これをタップすると楽天パシャの画面に切り替わるんですが、まあ、すでにね、楽天パシャ使ってる方ご存知かと思うんですけども、まあ、専用のアプリがあったりですとか、これはね、ブラウザ版の、まあ、楽天パシャの画面となっております。この楽天パシャ自体のサービスはめちゃくちゃ使いやすくてですね、この画面を下に下がっていただいて、まあ、実際にお買い物とか、最近はちょっと飲食 ののののレレシシシーーートトトとととかももも使使ええるるみたたいいいいででででそそを、まあ、自分のねね iPhone でもしくははスマートフォンで、ね、パシャって撮っていただいてて撮だあとはもううままま送信すす流れで使えますちなみに、その使うときは、このレシートの写真を準備するっていうところですね。タップした場合、カメラが起動したりとか、確か写真のフォルダからね、送信することもできたりするので、やってみるとめちゃくちゃ簡単でございます。ちなみに、こちらに対象のレシートも出てるんですけども、スーパー、コンビニ、ドラッグストアはもちろん、デイスカウントストアで、あと飲食店でも出たレシートとかね、そういったものは使えるみたいです。 ちなみにですね、この今日の特ダネっていうところをタップすると、まあ、対象の商品を使ったら、こういった出てるようなポイントをもらうことができます。まあ、これはね、サニーとか声優限定にはなるんですけども、こういったね、アイスコーヒーを購入したら5ポイントもらえたりですとか、これは多分どこでもいいみたいなんですけども、もうのバにやらを購入して、そのレシートを送ったら10ポイントの楽天ポイントがもらえたりとか、これ美味しそうですね。もうの、宇治抹茶ですかね。これも買ったレシートを、 楽天パシャで取ったら10ポイントもらえるっていうね。なので本当にね、楽天ポイントのポイ活はかなりはかどるんですよね。続きましてここですね、チェックインでポイントっていうね、先ほどもちょっとお伝えした楽天チェックっていうサービスなんですけども、まあ、基本的には、確かローソンとか松本教授も確か対象だった気がするんですけども、そのお店に入って、この画面の真ん中下に、ちょっとね、チェックマークみたいなものがあるんですが、ピンみたいな、ここをタップしたら、Bluetooth の機能とかね、確かオンにした場合、その機能が働くんですけども、チェックインしますかみたいなとこ。 あるので、そしてチェックインしたら楽天ポイントがもらえるっていうサービスでございます。なので、運動がてらコンビニに行くとかお散歩中とか。でもね。軽く寄っただけでも楽天チェックができるので、ここもまたポイ活が楽しいんですよね。なので、楽天ポイントを貯めてる方であれば、まあ、エンタメ要素とかも入ってるので、楽天チェックが結構面白いアプリの一つかなと思います。ちなみにですね。楽天チェックに関してはたまにね。こういった風なキャンペーンもやってますんで、まあそれを踏まえた上で参加してみると結構面白いと思います。ちなみに僕は楽天チェックしようしようと思いながら毎回忘れてしまいます。わかる方是非グッドボタン。 お願いします。続きまして、ここのお得なクーポンということで、まあ、これまで楽天編は確かクーポン機能がなかった気がするんですけども、それが新たにね、実装されたということで、もし僕の勘違いであればすいません。で、今現在出てるクーポンであれば、エディオンとかですね、インクの5%オフクーポンとか、乾電池5%オフクーポン、あとは、携帯アクセサリー10%オフクーポン、これまあまあ良さそうですよね。あと、ふたた、コナカとかそういったところの、スーツの10%オフ。他にもこれ、スーツセレクトですかね。就活性には良さそうですね、この、 活イインンターー限定スーツアイテム20%オフっっていいですねあととちょっとこれ小さくて見えないんですけどもこれもスーツに関しての4000円引きとか。これもスーツセレクトも10%オフとか。これまあまあいいんじゃないですかね。他にもコンビニであればポプラがありますね。500円以上の購入で使用できる50円引きっていうね。なのでポプラ、ちょっと僕が住んでる地域にはもうほぼ最近見かけなくなったんですけども、確かね、ご飯を大盛りをめちしてくれるっていう、そういったコンビニだったような気がするんですけども、そういった割引とか、あと大黒ドラッグの5%割引クーポン。あとサンドラッグで一部の商品 とかの20円引き10円引きあと10%うじゅうかとかまあそういった感じで飲食店ドラッグストアとかまあ問わいろんなとこ問わず割引のねクーポンがあるっていう感じなのでもし該当するお店でよく楽天ペイを使うプラスたまに利用するお店とかであればまあ、タイミング良ければね使ってみてもいいのかなという風に思います現時点では僕はちょっと使うことはないと思いますけど今後のねクーポンにちょっと期待したいところではありますね で、続きまして、こちら、楽天カードご利用明細ということで、もうこれそのままですね、タップしたら、自分が持ってる楽天カードの利用明細が出てくる画面に切り替わります。今、僕の場合は、確かこれアプリが起動してるような感じなので、まあ、そのままアプリにまあアクセスしてるような感じなのかなと思います。まあ、ログインの ID とパスワードを入力する感じだったので、まあ、わざわざここにタップして、この画面に入らなくてもいいのかなというふうにも思いました。そしてもう一つの楽天銀行残高確認ということで、これそのままですね、タップしたら、そのままね、楽天銀行のアプリが動きます。 募金を始めましてこんな感じで楽天銀行のアプリにアクセスできたというような感じでございますなのでまあアプリ上から急いでね楽天銀行の残高いくらだったっけなっていうふうに確認するときは普通にね楽天銀行のアプリが立ち上がるのでそういった場合には役に立つもかもしれないですねですけどもアプリ単体で普通にアクセスした方がちょっと早いかなというふうにも思いますで最後もう一つなんですけどもこの全てを見るっていうところをタップしたら 一応、今出たサービスの一覧がね、ずらっとこう出てるような感じなので、今後もなんか今の感じだと増えそうな感じもちょっとありますよね。 ということでね、本日お伝えした楽天ペイに備わる新たな便利機能ということで、大きく1,2,3,4,5,6,7つの機能ですね。上から順に。まず、楽天のポイント運用ですね。楽天のポイントを利用した投資運用体験ということで、まあ、先ほどもお伝えしたように楽天ポイントを利用した投資運用体験と。なので、楽天の通常ポイントをね、ちょっと増やしてみたいなとか、ちょっと動かしてみたいなという方は、使ってみてもいいと思います。次に楽天パシャですね。レシート送付でポイント獲得ということで、もう簡単に言うと、レシートパシャってとったら楽天ポイントがもらえるっていうね。結構やってみると、 ハマるサービスの一つです。で、楽天チェック。楽天チェックアプリ2000以後をチェックインでポイント獲得と,と。まあ、大体ね、ローソンとか松本清志とか。まあそういったところにお店に入った時に、先ほどの楽天チェック立ち上げたら、ポイントをゲットすることができると。で、楽天これゴーラって読むんですかね。ゴルフ場にチェックインするサービスと。で、この機能は Android 端末のみ対応してるんですけども、iOS 端末は後日対応予定と。 で、次にクーポン機能として、全国で使えるお得なクーポンの獲得利用と。まあ、これ正直ね、今後またどんなクーポンが出てくるかちょっと気になるところではあります。で、楽天カード、楽天カードのアプリの遷移後、利用明細は確認できると。まあ、これは正直ね、アプリ単体から直接確認した方が、そっちの方が楽かなと思います。で、同様に楽天銀行もそうですね。まあ、急いで残高を確認しないといけないっていう場面にね、なった時は活用できるかと思うんですけども、そうじゃない時は直接ね、もうアプリに直接アクセスしてもいいと思います。というか他のサービスも同じ感じで、もし楽天パッシャー 単体でね。利用される場合は、もう楽天パスはそのままアクセスしてもいいと思いますし、楽天チェックも同様に専用のアプリがあるので、まあ、1つのアプリで管理されたいっていう方向けのアップデートかなという風にも思いました。まあ、そんなこんなで今回は楽天ペイのアプリのアップデートについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、今回の内容を踏まえてね。先ほどもお伝えしたんですけども、もまあ、元々あるサービスをぎゅっと。まあ楽天ペイアプリに詰め合わせたっていう感じなので、まあ、別々でね。使われている方はその方が一番使いやすいと思うんですけども。 もし、一つのアプリで管理されたい方であれば、まあ、ここからね、活用してもいいと思います。ちなみにですね、僕自身が、このアップデートで使いそうだなと思う機能は、おそらく、先ほどの、あの、お得なクーポンぐらいですかね。これぐらいは、この、楽天ペア,アプリ内から使うかもしれないんですけども、他のサービスに関したら、別々で使うことが多分多いかなと思いますんで、そんな感じで使おうかなと思ってます。まあ、ぜひですね、今回のアップデートに関して思うことがあればですね、コメント欄書いていただければと思います。ちなみにですね、楽天ペア,アプリのインストールまだの方いらっしゃ こちら概要欄にリンク貼っておきますので詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました